タバコに火をつけました。木曜日ですか、ね、今日2本目に行けるかどうか、チャレンジする瞬間がやってまいりました。わ、はい、かりましたよ、はい、ちゃんとだから、はい、僕がちゃんと吸い終わって、2本目を持った時にうまいこと、はい、それとなく誰にも気づかれないように、気づかれないようにうまいこと話を持ってて、ね、もうだってこの悟られないようにもう完全にそこ注目して見られてるわけじゃないですか。今日何喋ったってみんな聞いてないから、ね、そうですね、タバコを2本目を吸う瞬間をみんな待ってるんで今日はなあ、はい、まあ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 そうですね、うん、まあとりあえずはとりあえずはまだつけたばっかですから、はい、つけたばっかですから時間は十分あります。 ごゆるりと吸われてみてはいかがでしょうか、うん、まあ、ニュース読んでる間にある程度短くなるはずだから、はい、そうですね、そうですね。さあ楽しみに参りましょう。2ヶ月い顔の半分が別色、顔の半分が黒で半分がオレンジ、左目が青で右目が緑、このような独特な特色を持つ猫がインターネット上で話題となっている。名前はビーナス。 Facebook の公式ページのいいね件数は5万を超えており、 YouTube に投稿された映像は100万回以上視聴されているそうです。ビーナスか。ビーナスです画素的でね。いやーすごいですね。確かにアシュラとかね、そっちじゃないわな。そんな戦闘的な。いやそれで海外のニュースで、はい、だからアシュラ男爵の名付けというふうになったら、はい、誰なんだ一体。そうですね。飼い主は誰なんだって。どういう知識持ってるんだ。そうですね。だいぶ偏ってる感じがしますね。まあ、かなり懐かしいけどな。僕らでもまあメインな世代じゃないんじゃないかっていう。確かにそうですね。そう、名前ってそうね、はい、ねパッとは出てこないけど、はい、貨物船かなんかに、はい、中国からアメリカ行きの客船だと、まあ船、まあ、どういうか船だ、はい、船の貨物の荷物の中に紛れ込んでた猫がいて、はいはいはい、でものすごいその長い旅をした、はい、ならアメリカまで来た猫の名前が確かね、ニーハオだったの。だからニーハオって付けられたんだけど、あ、なるほど、中国から来たからニーハオっていうのを取り上げられて、はい、で同じようなニュースで、はい、その車のバンパーに猫がなんか入り込んじゃったみたいな、バンパーの中に、バンパーの中に、中にで引っかかってて、すごい子猫みたいなんだけどね、はい、その子猫が百何十キロ、はい、旅をしたことになるんだよ。おお、百何十キロの間ずっとバンパーの中にいたらしくて。すごいですね、うん、まあ、ちょっと怪我してたみたいだけど、まあ、一応まあ全然助かって、まあ その車の持ち主が飼うことになって、はい、でその猫の名前をパンプキンと名付けっていうときに、なんでパンプキンなのかなって顔が違ったらビーナスなんだよねっていう。そうですよね、うん、中国から来たからニーハオなんだよね、はい、でバンパーの中に何時間もずっと百何十キロバンパーの中にいた猫がパンプキンかって見てくれかなっていう。そうでしょう、かぼちゃっぽい何か、かぼちゃの色なのかかぼちゃっぽいのかわかんないけど、まあかぼちゃ、まあオレン、まあ向こうだったらオレンジのああいうかぼちゃなのかなっていう気がしますもんね。それだったら確かに、ね、猫ではあるのかなっていう気はしますよね。もっとさ、バンパーとかさそのままお名前にしたらストレートですよね。いいじゃない、うん、バンパーっていう特色何？いやいやいや、なんでもないです。バンパーなんでもないです。なんでもないですよ。バンパーなんてストレートな名前つけられたら、ね、猫もなんか、あれ、いや、どんどん、もう、最近のライターってつけづらいそんなわけないじゃないですか。本当に。さっき結構スムーズにつけてましたよ。あ、こっちに押してから。いやいや、さっき一回つけてましたから。つけ方わかってますよね。そうだ、さ、ライターもさ、ライターもね、最近すんごい硬いやつがありますね。両手でやらないと、要はこの、なんていうかな、押すやつはまだ硬くても押せるんだよ、はい、押せるのに、特にこのタイプ、あー、こういう一回押し、なんかボタンをクッて押してから、これはまだ
こうボタンを押さえすればこう柔らかくつくわけじゃない。ああ、はい。だけどこれ自体が、はい、これ自体がすごい硬いっていう。あ、そんなのライターがあるのね。あるんですか。それって斜め横にずらすわけだから、はいはいはい、硬いと本当につかないの、ちょっと滑るだけで。そうですよね。一回ちゃんと左手でサポートしてあげるとあの下に押し込めないっていう。しかもこれ多分ダイスのライターなんです。あ、迷子だったんですね。うん、そうそうそう。先日なんかあった時に、また知らないライターを持ってるな。まあ保護されてる感じで。保護してる感じで。まあ、じゃあそろそろ引き取りに来るんじゃないですか。そうですね、はい、まだつけないんですか。いや、今つけたいなと思ってるのに、だから新しい話をしてくれないからつけられない。ああ、だから君分かってないなっていう、はい、だから話をクロストークってそうじゃん。クロストークっていうのは、はい、主で喋る人がいて、はい、そうですねってアシスタント的にフォロー促す人がいるじゃん、はい、促す会話をされると僕喋んなきゃいけないでしょ。あ、そうですね、はい、だからそれを区切ってそっちが主になりますよっていう風にすると、そうとか、はい、リアクションをトークできるわけですよね。あ、はい、リアクションになった瞬間につけれるんですよ。あ、なるほど、そういうことですよね。だからライターって話をした時、はい、ライターってさっていう風になったら主だわけでしょ。はい、はい、そう。オールナイト14とか出たことあります？ああ、確かあったと思いますね。オールナイト14って明確なルールがありますよね。はい、というございますね、うん、はい。どうだからいつまでたっても手動で会話ができない。そういうことですね、うん、はい。オールナイトの中で伸ばしていかないといけないわけだ。はい、大変申し訳ございませんでした。いやー、まだ待ってらっしゃいますよね。じゃあだから今受けだから待ってるんじゃないか。そうですよね。いやー、もう僕にはもうなこれ結構難しいっていうかなんかそのタイミングそのタイミングですごいこっちからの視線とこっちからの視線をグッて感じた瞬間に何も喋れなくなるもんですね。あ、しまった、今そうだね、はい、それが主ですわね、まあとりあえず、はい、今の感じそうですね、はい、できました。2本目つけることができました。2本目つけるのにこんなに時間使ってしまいました。はい、すいませんでした。いや、すいませんでした、本当に。はい、お笑い芸人の松本修正とマッシーこと真島新太でした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ、はい、バイバイ。